こんにちは。はじめに問題の内容を確認しておきます。図の四角形 ABCD は正方形です。問題2問あります。あの角度、ここですね、ここが57度の時、胃の角の大きさを求めてください。2番が右の角ですね、ここが90度の時、 CE 対 DE ですね、ここの長さの比を求めてください。こういう問題になっています。それでは今から問題を流しますので、問題を解く人はその時点で動画を止めて考えてみてください。じゃあ解いていきます。1番、あが57度の時、ここ57度で、ここの角の大きさを求めなさい。こういう問題ですね。っていうことは、この図の中で、この線いらないですね。この線消しておきます。さあ、不要な線を消しておきました。ここは57度の時に、ここの角の大きさを求める。こういう問題ですね。じゃあ、ここで分かる角度、どんどん書き込んでいけばいいんですけれども、単純に分かる角度書き込んでいっても、ここの角度出てこないです。もともとこの四角形が正方形ですっていうことは非常に大切です。正方形っていうのは、まあ、幼稚園ぐらいからやりますけれども、折り紙の形ですね。折り紙のようにぴったり折り重ねてできるような図形。こういうのを意識してほしいんですね。これも対角線 AC があります。これでぴったり折ると、D が B に重なりますね。これはまあもちろん動かないんで、この三角形がここにぴったり重なり合う形になります。もちろんきちんと合同ということを言ってもらっても構わないんですけれども、ここの角度がここにぴったり重なるということで、ここの角度さえ求めればいい問題。こういう風になります。そうすると三角形 BCE ですね。これに注目します。90度、57度ですね。こことここの角度足して90度だから、90-57。これで胃の角度ですね。33度。こういう風にわかります。じゃあ次2番ですけれども、右が90度の時、CE と DE の長さの比ですね。ここの57度。これもう関係ないです。一旦 AE の線引き直してみましょう。もちろんこれ1番、2番ってあるから、それぞれの図に対して正確な図ってのは書けないんで、この図、今正確な状態ではないですね。ここが90度です。他にこの問題、元々が正方形なんで、ここに関しても90度。この三角形 ADE が直角三角形ですね。さらに D からこう垂線を引いて、ここ90度を作ったんで、相似の問題と同じように丸、×っていうのをつけていきますね。そうすると、ここの角度が丸、ここが×。そして、ここが直角ですよね。ということは、ここの角度が丸、ここが×。こういう関係になりますね。求めたいのは、こことここの長さの比なんですけれども、これ1番利用して、ここの角度とここの角度ですね。これ一緒です。ということは、これとこれを含む三角形ですね。三角形 ADE、これと BCE について、どちらも直角三角形なんですけれども、ここの角度とここの角度が一緒。AD の長さと BC の長さが一緒だから、この三角形とこの三角形っていうのは、実は合同な三角形です。これが分かってしまえば、こことここの長さ、同じ長さです。ですから、CE と DE の長さの比ですね。これは1対1。こういう風にわかりますね。この問題、1番だけだったら図が単純で折り返して重なるっていうことを気づきやすい問題になりますし、2番だけの問題だったら元の図ですね。こんな不正確な図って元々書けないですよね。結構正確めな図を書いていかないといけないんで、こことここの合同気づきやすい問題になると思います。1と2があって図が気づきにくくなるような問題になっています。1番の解説でやったように、この問題解くんだったらどの線だけ必要かな、その線だけを残した単純化した図ですね。こういうのを書いて考えるようにしてください。はい、今回は以上です。よろしければコメント、高評価お願いします。